はい、年末年始ですね、漫才、たくさん漫才を見る機会があったんですが、面白かったかなというのがですね、オードリーのですね、パチンコのネタがあるんですけどね、トゥース、トゥース、鬼瓦とかね、で、小豆がドーンと出てくる、ザーッと出てくるっていうんですか、まあ、面白かったかなと思いますよね。僕は基本的に漫才好きなので、